声優歌手でご活躍されている佐々木理子さん。はい、皆さん拍手でお迎えください。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。暑いですね。背中着ていただいて、やはりこの綺麗な青空がすごく嬉しくて、はい、あ、本当ですか。なんかちょっと前、はいはい、天気予報を見たら、うん、曇りのち雨、今日ね、雨みたいな、ね、確かに確かに。でもすごいいい天気で、はい、今来られて嬉しいです。回復しましたね、お天気ね。いやー、よかった、はい、今日はよろしくお願いいたします。改めて佐々木理子です、よろしくお願いいたします。ご出身の方が東北だっていうふうに伺っておりまして。そうなんです、秋田県、はい、秋田県出身で、でも実は仙台もすごいゆかりがあるんです。そうなんですか。はい、高校3年間、うん、仙台の音楽科がある高校に通っていたので、もう本当もう分かる人はピンと来てると思うんですけど、はいはい、本当ここからもうすぐそこの、すぐそこの高校制服が可愛いで有名の高校に3年間通ってたんです。甲子園に出場を決めた、あの高校です。そんな高校ですね。ここまで応援もう言っちゃってもいいくらい絶対見た皆様からピンと来ております。そうなんです、そうなんですね、はいはい、じゃあもう第二の故郷みたいな感じで。いや本当にもう地元、はい、あ、もうここら辺もよく散歩したりとか、あとは実際にこの球技場もよく来てたんですよ。あ、そうなんですか。球場で、そうなんです。友達が、はいはい、楽天イーグルスのチアガールをやって、すごい。そうなんです。そのダンスを見に、そして試合も楽しみに何度か来たことがあったので、今日はまさか始球式で、まさか自分があのマウンドで投げることもずっとそわそわしてて、はい、決まった日から、うん、当初投げるのもほとんどないので、はいはいはい、野球経験はないです。ないです、はい、このなんかスポーツ経験でいうと何かありますか。そうですね、中学校の時に機械体操、うん、機械体操すごい、はいはい、そうなんです、だから結構バク転とかやったり、運動神経抜群じゃないですか。そうですね、でも球技はあまりいいですかね。球技はそんなに自信ないので、もうあの個人的に練習しに行って、はいはい、ちょっと今日を迎えました。どうですか今日の始球式、自信のほどは。うわー、もう全力でやるしかない、はい、もうちょっと一歩踏み出してるじゃないですか。もう全力でやるしかない。ちょっとイメトレはずっとさっきも楽屋でも、あとそこでもやってましたし、はい、でも逆になんかこういうどういう投げ方がいいんでしょうか、プロのファンの皆さん。いや、もう今フォーム、ね、形になってましたけどね。いいフォームしてましたよ。あ、そうそう、なんかここ上に振りかぶって、ね、振りかぶった方がいいのか。でもなんか私その野球の教室に行ったんですけど、そこまでしたか。そうなんです。そこではガチだ、別にこれやんなくてもいいよ、はい、ってことで。やらない選手もいますよ、普通に投げてたんですけど。普通に投げても大丈夫ですかね。普通に投げても、最近の選手はあまりワインドアップはしないですね。あ、そうなんです。昨日投げた岸選手とかは、うん、まあ、もう大ベテランなのでワインドアップするんです。最近はもうここの胸元に構えてこのまま投げる選手が多いですよね。なるほど、じゃあちょっと自分らしくやりやすい方で、ね、はい、投げます。ナイスピッチ期待しております。わー、ドキドキです。頑張ってください。ぜひ皆さんね、リコさんマウンド上がるとき応援していただきたいと思います、はい、お願いします、はい、お願いします。スタジアム MC の方もご担当されるということで、はい、ちょっとこちらお伝えしたいんですが、はい、楽天イーグルスの攻撃中にリコさんにスタジアム MC していただくんですけど、攻撃がですね、まあ、一番短くて3人なんです。あ、一番短くて、はい、で、まあ、イーグルスの打線がつながればつながるほどリコさんが読み上げる選手も増えていくので、3回ですかね、3回のイーグルスの攻撃は、はい、たくさん打線がつながるように、ちょっと応援をお願いします。そうですね、ホームランなどなど、はいはいはい、そう楽しみにしています。選手が出塁、ヒット打てば打つほど出番が増えますよね。そうなんです、お声が来てますので、はい、応援しています。特に3回皆さん大きな応援をよろしくお願いします。ということで、たくさんお話を聞きいただき、お聞きいただいておりますが、はい、本日なんと歌をいただけるということで、あら、ここでミニライブやっていただける。普段の声優とか、ね、歌手でご活躍されているリコさんの歌を、ありがとうございます。聞かせ
ていただけるということで、はい、球場で歌うのは初めて、初めてなので、なかなか嬉しいですね。嬉しいです。なかなか聴けるのも楽しみですね。はい、はい、心を込めて、はい、今日皆さんが、はい、素敵に楽しめるように、選手たちも素敵に投げたり打ったりできるように、はい、心を込めて歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは準備大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、ではそれではお聴きいただきましょう。佐々木理子さんでウィンドシフターです。
いやいや、さすが声優ということで、パワフルな歌声でしたね。声量が違いますね、やっぱりね、はい、今日始球式担当でございますので、その時も応援、そして3回のスタジアム MC の時も一緒に盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい。